今日の話はね、もし努力をしているんだけど成功できなかったらどうしようかっていう話なんですよ、ねで。深いテーマは人生を信頼していくっていうことなんですよね。だから本当にこの話を聞くだけで自分の運力が本当にものすごく上がってくる。それを実際に実感してこの話を聞いた後のの、ね、1週間ごとにはもうびっくり りするような変化が体験できるるようにになると本当に思います <music> お前こういう学校に入れなかったらお前こういう仕事できなかったらお前はダメだよっていうのを相手に言うとねどのような世界を僕たちは作っているんだろう。ね、あなたはダメですよって。 ね、そういう世界の神様は、ね、愛の神様なのかそれか恐怖の神様なのかフィールですよねどうだと思います、ね、あなたはダメだよってありのままのあなたには悪いことが起こるから努力をしないといけないよって、ね、あなたは壊れてるんだよあなたには救われる価値はないよってそれは愛の神様かな ね、それは僕は恐怖を神様として生きているんじゃないかなって本当に思うんですよね。ねで。じゃあ、じゃあね、もしあなたが努力したんだけど、あなたができなかったっていうことってないですかね,ね。あなた学校のところで、ね、努力したかもしれない。僕も学校のところで努力したかもしれない。ねで。いろんなところ、会社の部分とかで努力したかもしれないんだけど、なんかうまくいかなかったことってないでしょうかね。ね。 で、こういう時に、ね、個人的に僕がなんか自分のプロジェクトとかなんか動き始めててなんかできないことがあったら僕が、ね、戻るのは僕の神様っていうのは努力しないといけないっていう神様なんですよね,ね。努力しないといけないんだ。ね、もっと動かないと私がダメなんだ。僕が悪いんだって思い始めるわけなんですよ。ね。で じゃあどこまで努力を続けるのっていうことなんですよ。いつまでどこまで努力を続けるのかっていうことなんですよね。でこれはちょっと例えば僕は会社を経営させていただいているので会社の例としてちょっとあの説明していきたいんですよね。で例えば会社を経営していて会社の売り上げがね立たないと。 そうすると直感的に入ってくるのは会社が倒産する会社が倒産したら私が笑い事になる私が悪いんだ私がダメなんだった私がずっと嘘ついてるんだみたいなような恐怖が普通の場合の、ね、時には,には現れたりするんですよねでこの時に、ね、どこまで努力するかっていうのを考えることができると思うんですよねでどこまで嘘をついていくのかっていうのも考えることができると思うんですよね,ね例えば私が ね、あの考えられる想像できるブラック企業とかグレー企業の社長はこのような売り上げが立たないとか、ね、うまくいかないってなると暴力を使うっていうかもっと恐怖を使う、ね、自分の部下とかにもっと働け今金がないんだからお前のせいだもっと何言ってんだ給料を上げろとかオーバータイムなんて払えるわけないだろうみたいな感じでなんかそういうなんかね、そのなんていうのかなやっぱその努力してできなかった でもこれはやばいことが起こるからこのやばいことを守らないといけない。で、この守るためにはどんな手段を使ってもいい。ね、で、お客様に嘘をついてお金を稼いでもいい。ね、自分の部下に嘘をついて働かさせてもいい。 ね、このような恐怖と毎日向き合っている恐怖の中でどうやって今直そうかっていうそのような毎日の中に入っている方がいっぱいいらっしゃると思うんですよねそのブラック企業とかの社長は世界中でねこれはのブラック企業だけじゃないんだけどねでやっぱりその嘘をつき始めるってで本当にこれどこまで嘘をつくのかって ね、もし自分がやっていることで本当にそれがうまくいかなかったんだったらどこまで嘘をつき始めるかっていうことなんですよ。ね、でここがすごいシンプルなポイントなんだけど、ね、もしできなかったらできなかったら嘘をついたんだけどできなかったら、ね、でこの ブラック企業の社長の場合は、ね、もしこれができないんだって言ったら本当に叫んで、ね、獲物のように、ね、取られた獲物のようにやめろって、ね、俺は死ねんだみたいな感じで、で、自殺する方たちもい,らいっぱいいらっしゃると思うんですよね。でもここをちょっと、その魂の成長の視点から考えていくと、ね、ブラック企業の社長はずっと嘘ついてたわけなんですよ。ね、ずっと嘘ついてたわけなんですよ。 ね。ひょっとしたら、この、ね。その最初のレベルで、ね。努力したんだけど、うまくいかなかった。ね。そのレベルで、これは自分の進ま、自分が進まなくていい方向なんだって。ね。私はこれを、ね。例えば学校に受験、その時に始まったかもしれないわけよ。学校の受験に、に入学するっていうのができなくても、私は大丈夫なんだ。私は価値があるんだ。 本音の自分としてこの地球で生きていくことができるんだ。それが美しい。ね。天国の地球みたいな。ね。でそれは愛の神様が本当だったらそれが現実になりますよね。もし本当にこの思いやりの愛の神様っていたら、お前、お前、ちゃんとこれね、いい大学に入らないといい。このね、成功しないとお前には悪いことが起こるぞみたいなこと言ってきませんよね。 あなたはもう完璧なんだよって。あなたが本音でね、嘘をついて成功するっていうのはできないんだよ。ね、嘘をついて成功しても、今度それにしがみついて、いつバレるのかっていうのが本当に怖くなっちゃうから、ね、本音のありのままの自分として生きていい。で、それで生活できる。必要なものが入る。 感謝の毎日、幸せの毎日で生きていけるよっていうのが、それがもし本当の神様っていうのがいらっしゃったら、それが本当の道ですよね。ね、論理的に考えてみると、神様っていうのは愛だから、ね、愛っていうのはあなたには間違ってるよって言ってこないから、自分で間違ってることっていうのは気づけるけどね、やりたくないなとか、これ痛いなとか、戦争やめようってこれ間違ってるよなって自分で気づけるけどね。 はい、じゃあちょっとこの,会あの話の締めに行きたいんですけれども、ね、だからブラック企業の社長の場合だったら、その会社が倒産することによって、本当の愛っていうのを感じることができると思うんですよ。ね、例えばブラック企業の社長が倒産すると何を学ぶのかっていうと、会社は倒産したんだけど私は大丈夫だったっていうことを感じることができます。 でもう一つは、この嘘をついて会社を回していく。この人に奴隷をね、人を奴隷にしたりとか、お客さんに嘘をついたりとか、意地悪をやったりとか、ちょっと騙したりとか、それをもうやらなくていいんだっていう自由をね、そうやって生きていかなくていいんだっていう自由を体験できると思います。そしてもう一つ大きいのは、自分の社員たちからの許しっていうのが来ます、ね。本当にごめんって、ブラック企業の社長が謝ったらね、 の社長あのスタッフの人たちは大丈夫だよって、みんな社長のことを大好きで愛してるよって。でその、ね、言葉、お金で買えない涙ですよね、それは。でお金で買えない本当ですよね。でその大丈夫なんだってで。生活もできるんだって。ね、借金はね、数千万とかなるかもしれないんだけど、ね、でも、ね、この素直で本音で生きていけるっていう、そうやって生きていって大丈夫なんだって。 でその視点から考えると、すごい進化しましたよね、ね個人的な進化っていうか、ね、魂の進化、ね、小学6年生の自分がいて、ね、大学に受験しようとしている自分がいて、サラリーマンをやっていた自分がいて、ブラック企業の社長になった自分がいて、今は本当になんかすっごい愛に目覚めた社長になったみたいな、すっごい進化が、ね、入りますよね、その人にはね。ね、人類は人生を信頼できるって。 その愛の毎日みたいな、で許されるみたいなね。でもちろん自分がやったことは自分がやった、ね、これは間違ったことやったよねって言って、それで学んでいくこともできる。ね。で、僕は今本当に人類がこのような進化をしていくチャンスが今来ていると思うんですよね。大きいチャンスが。ね、だからゴミの問題とか。 ね、ゴミを作りすぎとか働きすぎとか人を奴隷みたいにするとか戦争とか、まあ、戦争の、ね、進化はもう本当に終わったと、ね、本当に僕は願っているんですけれども第二次世界大戦とかでねでも本当にこの人類の戦進化っていって何を大切なのか、ね、今これからはニュースが分からなくなるっていう時代が入ってくると思います、ね、これはソーシャルメディアっていうのが進化して何を信頼するのか ニュースを信頼するのか、ソーシャルメディアを信頼するのか、でこれが日本だけじゃなくてグローバル的になってきて、でこれちょっとアメリカのね、あのーねあのー、2021年の1月6日とかの、ね、ことを考えると、本当に何が本当だったのかっていうのがわからない。本当にわからないんですよ、何が本当なのかって。ね、その時に私たちが選べるのは、ね、バイブレーション、ね。愛の神様の世界で生きていくのか。 ね、それか恐怖を王様にして恐怖の神様の世界で生きていくのかどこまで努力を続けていくのかいつありのままの自分として輝いて光としてこの世で生きていくのか本音で生きるっていうのは危ないって言われています 例えば仕事の場合、本当にやりたいことを仕事にすると悪いことが起こるよ。嫌いになるよ。お金が入ってこないよ。安全な道を選んだ方がいいよ。上司は上司だから、パワハラを受けてもしょうがないのよ。ね？これは結婚でね、旦那さんとか DV の場合もあります。ね。奥さんがね、そういうのを旦那さんにやるときもあるし、ね。学校教育のところでね、こういうのもあって。ね、本音で生きるっていうのは危ないんだよ。 でももしかしたら、本音で生きないっていう方が危ないかもしれません。ね、この努力をして、努力をして、努力をして、うまくいかない。今度自分がダメだって思い始めて。でもう必要だったら嘘ついちゃえ。もうここで失敗したら恥ずかしすぎる。それを自分で許さない。ダメなの。嘘ついてもいいからこれを守るの。あんた私が言ってる通りにやりなさい。お前俺が言ってる通りにやらないと。お前首だぞ。嘘ついてもいいんだ。 しょうがねえんだでそのカルマを自分で作っていくで自分で生きていくっていうことになっちゃうよねでももしかしたら本音でいるっていう方が安全だったかもしれない本当に自分がやりたいこと本当に自分でどういう自分でいたいのか優しい自分でいたいのかそしてね怖い人とか危ない人とかを断っていって、ね、別に逃げない <laughs> ねあの 本当に自分の道っていうのを探していってあなたの道が本当にあるって本当に神様いたんだってこれはすごい道だと思いませんかぜひね考えていただきたい今の自分で responsibility 責任を持てるような自分の行動本音じゃない自分で生きているとその責任を持つのはあなたねでこの本音で生きていくっていうのはもちろん怖い旅かもしれないんだけど今そういう時代でこれに呼ばれているあなたもいらっしゃると思いますこうやって自然に こんな長いビデオなんだけど、ね、こういう深い話をさせていただいて、自然にこういう話をもっ、をあなたが引き寄せている。あなたの人生にこの話が現れてきたで。これ僕のことじゃないよね。この話のことですよね。こういうエネルギーがあなたの。で、何かあなたの心で、なんか今気持ちいいって感じてる。これを求めているって。これが何か本に真実があるよねってね。そう思われている方もいらっしゃると思います。 ね、だからあなたは本当は本当はものすごい大切な重要な存在であなたには何にも壊れていることがない、ね、そしてそれをなんかその道だよねその道を歩いていくっていうか幸せを目指していると幸せに行けるよね video い、n りがと the end. ね、嘘をついて成功できるか本音でいて成功できるか成功っていうのはそもそも何なのか人生よりを信頼するよし いいところ来ました。でね、ちょっと、ね、最後にお知らせなんですけれども、えーとですね、今、ビジョンプログラムを大きいアップデートを入れましたこれ、ねあの。個人的にはスタッフの中で、ビジョンプログラムのバージョン3って呼んでるんですよ。バージョン1が最初にリリースしたときにあって、バージョン2っていうのになってで、今、バージョン3にアップグレードされるんですよね。でなんとですね、えーと、このバージョン2、2、 の販売を、えー、と1月14日のところであの終了にさせていただきます。1月ごめんなさい11月14日、2021年。だからちょっとこのビデオを後で見ている人にはちょっと関係ない、申し訳ないんですけれども、えーとですね、でそれでですねこのバージョンアップをすると、ですねちょっと販売価格が6万円とか8万円に上がることあ上がるんですよね。 ね、なので今は、えー、とこのバージョン2がですね本当にすっごいいいコースでもう何千人の方にも受けてもらって本当にそのビジョンプログラムっていうのはあなたは本当のあなたっていうのは何なんだろう。 誰なんだろうでこれちょっとキャリア系なんですよね。だからちょっと自分の仕事で今違和感を感じていたり、本当の自分がね、どういう仕事をやっていきたいんだったろう。もし何でもできたら何をやるんだろうって。でもちろんそれは本音で生きるっていうことなんだから、怖くなっちゃって、もちろんそういう幸せなことを考えると、うわーって戻ってきますよね。このね、スペースシャトルが上がってきて、あ、スペースシャトルのロケットが足りなかったって言って戻ってくる。そんなのは危ないよって。でもこのコースを受けると、それ危なくないんだ。で、実際にどうやって現実的に、 その自分のやりたいことをゆっくりと仕事に変えたりとかねそういうなんかテクニックも入っているしお金をどうやって自分のやりたいことで作っていけるのかっていうのが学べるコースなんですよビジョンプログラムは僕本当にこれ心からお勧めしているんですよねでこのねバージョン3っていうのはあのベーシックトレーニングっていうのを作ってですね本当にこの 実際に自分がやりたいことを見つけて行動をとっていくっていうことをもう大切なんだけどそれ以上大切になってくるのがそのメンタル成功者マインドっていうのを持つことなんですよねでこれはビジネスの成功者マインドっていうか心の成功者マインドっていう感じでね本当にその自分がやりたいことをやっていくとねうまくいかない時に自分でその自分のビジョンを止めたりとか周りの人がお前そんなのやめろよとか言ってくるわけなんですよでそういうういにどうやって でそのような考えと自然にナチュラルな心を持って対応できるのかでそういうねそれを学ぶっていうのが本当に25本ぐらい、ね、新しいビデオを追加したわけなんですよでアップグレードが、えー、と11月15日からだあの販売してでこれ6万円とか8万円になるのかなそのぐらいになるんですけれども11月の14日までにはですねこのバージョン2実はこれベーシックトレーニングも入ってるんですよ でこのバージョン2が、えー、と3万3000円程度で購入できるんですよ。ね、だから、このフルプライスの半額みたいな感じで購入できますので、もし興味がございましたら、ぜひですね、あのちょっとリンクつけときますので、ビデオの下に、ぜひそのリンクから、あのこのね、販売ページに来ていただければ、で僕はね、あの必ずあの30日の返金ポリシーっていうのをつけてるんですよ。 ね、だから本当に自分と合わないなとか、ね、ちょっとこれ違うなとか、ちょっとコースがいっぱいあってやりにくい、持ったまたの時間の、またの機会でやりたいですってなったら、本当にメール1本で全額返金する、ね、ポリシーがついてますので、やっぱりオンラインですからね、あの車のテストドライブみたいな感じでテストドライブできますので、ぜひね、あのチェックアウトしていただければ、本当に嬉しいです。なんか本当にに人生に変化を 作ってくれている、あのね、本当に作ってくれる大切な、あの、僕のね、ワークなんで、興味がありましたら、ぜひチェックしていただければ幸いです。Alright で、初めての方はチャンネル登録してくれたらね、あの新しいビデオがアップしたときにたまに上がってきます。で、いい話だなと思ったら、LIKE ボタンを押していただければ本当に嬉しいです。All right. I love you guys so much Know who you are. I'll see you next time. じゃね。